ゲットバチャンネル、いよいよ、今週日曜日、ブギジム主催のジュニアグローブマッチ、ブリッジエントリウムと言われている、まあ、中部のジュニアキックでは、一番、人気の大会ですね、はいはい。で、前回からかな、前回の2月、あ、もうその前か、その前からか、その前から、ゲットバチャンネルで、ブリッジ同様、ライブ配信しますので、ぜひ見ていただきたい。それはSNS、Facebook 等で、ゲットオーバーの方で、お知らせしてありますので、ゲットオーバーチャンネルの方でゲットオーバーチャンネルって出してもらえれば、検索してもらえれば、出てきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ということで、見どころをブリッジの私の方の記憶で、いろいろと、ちょっとドラマチックな感じで出してみました。はい。で、今回もライブ配信、今回もっていうか、私中島、ブリッジ代表の中島と、それから今回はですね、水谷、有名な水谷レフリーが今回、K1 の方で、不在なので、一緒にいつもやるんですけども、今回不在なのでゲスト解説としてフジジムの歴代のチャンピオン、歴代の選手に、カールガール入ってもらって、私と、昔の話をしながら絡めて解説をやっていきたいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。はい。ということで、順番にまずいきたいと思います。このジュニアグローブマッチって、もちろんキャリア経験年数とかもあるんですけど、いろんな身長体重経験年数だとかで計算して階級を決めていくんですけども、やっぱりね、学年年齢の違いっていうのはすごく大きくて、やっぱり計算上この階級ってなっちゃうんですけど、やっぱりね、経験年数より、例えば幼稚園年長さんと1年生とかっていうのはそんなに変わらないと思うんだけど、例えば小6と中1とかね、この1歳違いってすごい大きいっていうね。で、5年生6年生は変わらないけど、例えば1年生と3年生ってだいぶ違うわけだよね。それからものすごい大きなね、例えば、どうかな、4年生、6年生とか、微妙な、ね、1年生、2年生はそんなに変わらないと思うんだけど、そうだよね、すごいね、やっぱり、本当に30歳と31歳は全く変わらないし、ね、本当に全然変わらないんだけど、だから上に行けば行くほどね。はい、私と40歳って逆に40歳が危ないとかってなるんだけど、この辺はね、やっぱり学年一つ違いで大きな差があるので、そこをね、やっぱりこのコナミ上でもね、なんか学年なんか知ると、やっぱりね、こう見るとね、結構大きな差があるんだよね。こう辿っていくと、同じ階級だと3年生がいて、5年生がいたりとかね、6年生もいるからね、バンタム級なんか。だからそこが、やっぱり6年生が、ここもやっぱね、6年、中1がいて、中1がいるけど4年生がいたりとか、だからこれってやっぱ大きいって言って、その試合ってやっぱり、逆に中1が4年生に負けれないとかね、あるから。で、なので、学年なんかもちょっと発表しながら、面白さ、そういう見方もできるんで、はい、こちら、そんなものを紹介するというか、読み上げていきたいと思います。まず、もうスキード級が1、2、3、4、5、6人。カノラジム、岩井一人選手、これ、小学1年生。これが不戦勝で、それから、カノラジム、入江、佐久間選手、
が、1年生で、榊原里乃選手、これ女性ですね、キック塾、1年生、そして、内木亮選手、これが幼稚園、田中奈良ジム、中川仁之助選手も幼稚園、そして、今峰春日選手が1年生、この1、2、3、4、5、6人で争います。で、ブリッジからの因縁という部分で、あとちょっとやっぱ見たことの初の選手もいるんで、ブリッジの、ストーリーからちょっと紹介していきたいと思います。この、入江佐藤選手、カノラジムの入江佐藤選手、1年生と、違うブロックですね、中川、そう、仁之助選手。これが、BGX、昨年の12月ですね、中川仁之助選手が、これ中川健太郎会長、決裁会長の息子ですよね、それは、1年生からしかブリッジ出さないんですけど、代表選手出したいということで、出したらですね、入江佐久子選手、ゴングと同時に、バーンと突進、中川仁之助選手が走っていったら、バーンとパンチかなんかもらったのか、ぶつかったのかわからないですけど、当たって倒れた瞬間に泣き出して、でもう一瞬で終わりました。びっくりしたね。で、仁之助選手、一瞬で秒殺、KO を負けている、はい。この因縁があっての、あってじゃないけど、これ、違うブロックにね、決勝で当たったら面白いなと思いますよね。こんな因縁があります、はい。この小さい階級なんでね、これはちょっと面白いと思いますね。あとはちょっと、ブリッジ出てないんで、わからないんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。で、次、スーパーモスキート級、まあ、ちょっと名前だけ読み上げていきます。はい。そうね、まず、片側のブロックですね。相馬英樹選手、ケースタイル、そして中川博樹選手、デッドオーバーで、原日向選手、ケースタイルで、林一雄選手、あ、ごめんごめん、ちょっと学年言いますね。この回ね、片側のブロック、相馬英樹選手、ケースタイル1年生、中野博樹選手、デッドオーバー2年生、から日向選手、ケースタイル2年生、林一雄選手2年生、岩本龍太選手2年生、で、次、隣のブロックですね、安藤英子選手、江戸会館新進館2年生、八木ライト選手1年生、ケースタイルですね、それから、佐久原拓真選手、JK ドライブ1年生で、村瀬脇選手ゲットオーバー2年生中川元気選手2年生習得会ですねで松下瑠衣選手、R 道場3年生この習得会は STK ジムか大和が、7月10日にやった大久保俊選手の、空手道場かな。キックボクシングジムは STK だったかな。ジムっていう名前だったの、うんまあ。今回たくさん出てきてますね。はい、で、この、スーパーモスキート級、まず、相馬エイト選手は、これは相馬学とかの兄弟になるかな。そうです。うんで中野博人選手と、安藤英人選手は、EX15 なので6月大会で当たってるのかなこの安藤英人選手とは別ブロック下のブロックだから違うブロック同士だけど
ブリッジでは引き分けになった安藤エイト選手と中野博選手、うん、で村瀬洛選手は、EX16.2mm 選手やって、判定負けですが、あのいい試合してるよね、うん、これ、まあ面白いで、松下瑠衣選手が、今回も同じブロックだから2回戦で当たるんですよね。村瀬枠選手のお兄ちゃんと引き分けてて、で今回は、弟の枠選手と対戦するかもしれない。新見理子選手が絡んでて、松下瑠衣選手も村瀬枠選手も新見理子選手に負けてるんだよね、うん、でこの2人がまたね、松下瑠衣選手が村瀬力お兄ちゃんの方でやって8月に引き分けてる、ちょっとストーリーが、ニミリコ選手はね、もうちょっと強すぎるからとか出てきてないですね、はい、そんな感じです。はい、ちょっと面白いかなと思います。はい、次フライ級かな。はい、フライ級、はい、これも2つのブロック、まず上のブロックが、綱島亮太選手、主力会2年生、水野修斗選手、月光が3年生、で、カッチレンスケ選手が、JK トライブ2年生、村瀬力選手、さっき言いましたね、村瀬力選手、はい、月光が4年生、それから松坂みなぎ選手、菊塾3年生、で、早川与一郎選手、決済の2年生、で、江藤ライガ選手、江藤が2年生、大島優選手、これが石綱 MMA、3年生ですね、それから前川栄奈選手、中島道場、2年生、で次に下のブロックで、木俣大輔選手、金沢ジム3年生、金田有彦選手、武器ジム3年生、松井大和選手、GSB カジム3年生、塩川翔吉選手、月光が2年生、そして今井、ウィス選手、チーム上方3年生、高潔ライキ選手、アナラジム3年生、中村エイト選手、JK ドライブ2年生、長谷川雄生、ゲットオーバー1年生です。はい。そうだね、4年生ですよね。ここで、まずうちの長谷川雄生、1年生。これね、今紹介していくと、中村エイト選手、これ、前回、優勝してるんだよね、中村栄一、スーパーモスキー同級で前回大会優勝で、松下瑠衣選手が3位になってますね、前回大会で。この優勢選手、1年生でいきなり前回優勝したと、これはちょっとね、しかも1年生でだからね、一番最年少で、体重が重いから、まあ、これ、ちょっとどうなるか楽しみです。はい、で、出る水野修斗選手、前回、ブリッジで判定負けですね、8月。村瀬力選手はさっき言ったように、8月、ブリッジで松下瑠衣選手と当たってドローです、はい、1階級下で松下瑠衣選手は今回出ますが、中村栄斗選手は、EX15、6月に出て、松下瑠衣選手に判定勝利。初出場でいきなり A クラスで出て、松下瑠衣選手に勝ってるからね、強いよね、今回、2度目の2冠を狙ってるのかな、2階級制覇か、うん、2階級制覇になってるのかな、ということですね。はい、じゃあ次行きましょう、バンタム級、はい、多いね、はい、まず立川ブロック、平松ムー選手、決済4年生、綱島太一選手、
中国が4年生、小川大和選手、カナダ人の4年生、野端和賀選手、吹雪人の4年生、林千住選手、カナダ人の3年生、松本一徹選手、決済の3年生、水野理子選手、カナダ人の4年生、鈴木陸選手、決済の5年生、望月ひなの選手、カナダ人の4年生、塚本ゆいと選手、武器ジム6年生、長谷川修斗選手、ヘッドオーバー5年生、これは片側のブロックですね。あ、まだいた、木下浅井選手、武器ジム5年生、鈴木颯太選手、カナダジム4年生、友田青葉選手、ケースアル4年生、これは片側のブロックですね。この下、はい、渡辺大也選手、チーム上風3年生、山中優愛選手、決済4年生で、大月、これなんていうの、大月カナダ選手、右ジム4年生、鈴木空選手、決済2年生で、池田博選手、ゲットオーバー4年生、原辰馬選手、経済5年生、内木優奈選手、カナロジム5年生、中林伊夫選手、経済3年生、山田優奈、修奈選手、中島道場3年生、相馬明人選手、経済3年生、谷恭二選手、カナロジム3年生、ひずみ天馬選手、ケイスタイル4年生、平野雄介選手、修徳会4年生、水野ムム選手、カナダ人5年生、これ多いね、これは多い、はい、結構馴染みの名前が、うん、はい、で、平松ムム選手、は、昨年12月のね、大会で、デンブリッジ、30キロ王者の浜田ライガー選手に剣を負け、で、野端和歌選手、野端、元ウルギジムの選手ですね、プロ選手、野端選手の、娘さんですね、はい、これ、昨年の7月のブリッジの EX5、女性大会。で、出て、カナダジム村井志音選手が剣を負けしています。それから、鈴木陸選手、決済は、EX10 12月に、出場してますね。長谷川修斗選手だったかな。長谷川修斗選手、今回同じブロック、ブロック違うか、あ、一緒か、最初はね、ブロックで、うん、これビレメンジマッチもありえるね、はい。望月ひなの選手は EX16 前回8月大会で同じこれ池田大河選手に判定勝ち、これもまたリベンジがあり得る。長谷川修斗選手、これは松下龍斗選手に前回負けてるけど、龍斗選手の方が出てきてないね。で、うん、で、そうだね、友田青葉選手、これは EX15 これ7月じゃない、6月大会か、佐藤京選手ジャンプ系を負けしてるけど、ブリッジでよく出てきてます。山中優愛選手は、村井志音選手に判定負け、村井志音選手、野端和歌選手もやってるけど、これは1階級上で今回出るんですよね。で、原龍馬選手決済は、EX6 出てきてるね。で、ちょっと前っと、で、内木優愛選手は、これも女子大会に出てますね、昨年。山田修賀選手は、EX15 に出てて、西原聖子選手、西田陣にドロー。相馬明人選手は、EX15 で石原斗真選手と戦っています。
谷教授選手は今回出てきて、あ、菰田青葉選手とも EX4 で戦ってますね。で、水野萌々選手は、ブリッジでは30キロトーナメント5月に出て、1回戦で現王者の浜田ライダー選手に判定負けて、これはね、ほのかに相当怒られてたらしいけど、ね、今回気合入れてて、相当怒られてました、今回優勝狙ってると思います。まあそんな感じですね。ちょっとごちゃごちゃしてるけど、そういろいろブリッジの人間がすごいことあるよね。そういう見方をすると面白いと思います。はい、さあ、フェザー級、これも多いかな。はい、はい、徳永優里選手、これ片側のブロック、徳永優里選手、カナロアジム5年生で、小村宗志郎選手、JK トライの5年生、山田ライガー選手、中島道場4年生、亀戸翔太選手、ゲットオーバー5年生、広田優馬選手、中島道場5年生、で、相馬、こっちマナット選手、ケイスタイル、何て言うんだろう、5年生。はい、で、石原斗真選手、ゲットオーバー5年生、前田哲翔選手、チーム上風5年生、山田琴春選手、すいません、ちょっとこれ読みにくい、ジムの名前が、小春選手、5年生で、佐々木空選手、これは中国かね、中徳会4年生、ちょっとすごい見にくいのが、小さいから見にくいのがあって、伊藤優愛選手、カノラジム6年生、中島穂野選手、中島道場5年生、筒井樹選手5年生、これが片側のブロックです。あ、イッサ選手、ちょっとね、すごい小さく見にくいんだよ、これ。はい、で、次の反対のブロックですね、下のブロック。小橋京太郎選手、チーム上風6年生、水野修選手、ゲットオーバー6年生、稲垣龍之介選手、ケースタイル4年生、それから、岩月博選手、JK トライブ中1で、松崎カナダ選手、菊塾6年生、村井志音選手、カノラジム5年生、前川綾江選手、中島道場4年生、八木蓮人選手、掲載力5年生、藤原涼香選手、ゲットオーバー6年生、松浦健貴選手、復帰ジム4年生、池田大河選手、ゲットオーバー6年生、稲垣虎之助選手、掲載力6年生、川村秀明選手、名古屋チェキロップリー6年生と。はい、です、はい、徳永優里選手 EX16 で8月に、見事一段強勝ちしてますね。はい、で、山田ライガー選手、山田ライガー選手、中島道場は EX15 で、これ同じ反対側のブロックね、涼花、藤原涼花選手イランで TKO 負けで、広田優馬選手、EX15 で、池田大河選手に、判定勝ち。で、相馬など選手は、同じく7月かな、海星也選手に判定勝ちですね。石原斗真選手は、この間新見龍馬選手イランド TKO で、伊藤優愛選手、これまた1ラウンドで伊藤優愛選手、加藤真奈選手1ラウンド TKO 勝利と。で、中島本野選手出てくるね、出ますか、 EX15 で、加藤真奈選手と取ろうと。伊藤優愛選手は加藤真奈に1ラウンド TKO してるけど、中島本野選手同じところに出るけど、加藤真奈、同じ加藤真奈つながりで引き分けっていう、こういうね、加藤真奈、そうで、村井志保選手、
これは1階級下でちょっとまた因縁があったけど、今回は、1階級上の階級での、チャレンジと山中優愛選手とかねに、安定勝ちしてますね。八木蓮人選手とね、山田ライダー選手の安定勝ち、これ EX10 だね。池田大河選手は、16、8月大会で望月奈々選手に安定負けしていると。で、河村伊達選手、今回、出てきますね、2連覇狙ってるのかな、前回優勝、前回優勝、そう、前回優勝だからね、はい、フェザーで2連覇ですね。ただ、河村選手は、EX14 で、アンダー35キロ大関ってトーナメントで1回戦で赤坂雷選手に判定負けをしてるんですよね。はい、ブリッジではそれ以来14の6月大会かな、はい、そんな感じです。はい、さあライト級、はい、片側のブロックが、梶田幸四郎選手、GSB 立ち6年生、カッチ凛太郎選手、JK ドライブ6年生、平野光也選手、光輝選手、中国会中1、早川美佐子選手、決済6年生、中塩久遠選手、ゲットオーバー6年生、大島拓人選手、石妻 MMA 中1、岩本蘭選手、主導会中2、佐々木力選手、カナロワジム6年生、坂木原常善選手、菊塾中1、長野海輝選手、ゲットオーバー6年生、岩月蓮人選手、JK ドライブ6年生、山中幸輝選手中2、決済、モラダ美桜選手、ライジング鼓動会6年生と、はい、これ、長野海輝選手は、EX15 で1ランク決まって、佐藤森選手。あ、山中幸輝選手は、昨年12月の人事展、浜田優馬選手とやって以来かな。で、注目はこの諸田美桜選手ですね。これが前回優勝、これ女の子だからね、すごい強いんだよね。勢いあるね。この子はすごいね、あの面白い。これもまた2連覇するかな、可能性はあるよね。はい、これあの注目ですね。僕はちょっと面白いなと思う。この前からすごいあったでしょ、インパクトね。そのさっきやった時は、ああ、そうですね、うん、女の子が動いてる、そう、すごいよね、はい、うん、これが結構ね、注目です。はい、はい、じゃあウェルカですね。はい、山田エイタ選手、これ何？ちょっと主導会は違うね。ちょっと、心配かな。ちょっと見えない。すみません。5年生、山村空選手、ゲットオーバー6年生、山崎哲選手、決済6年生、向井陸人選手、長島道場、中1。で、何これ、水鳥、心、ライジン鼓動会中2、ユシボラジナ、これもさっき、うん、すいません、ちょっと見えない、中2、佐々木、何て書いてある、ほのか選手、主導会中2、山口敦也選手、ゲットオーバー中3、山崎大成選手、これもちょっとわからないね中1、井村東也選手、ライジンの鼓動会中1、木村
セナ選手90、11と、はい、これがね、ベルターはね、このちょっともう、初めての選手が多いんで、ブリッジが出てきてない選手が多いんで、まあ、相手言うなら山村空が、EX14 で、秒殺ゲームまでしたぐらいかな、あんまりわかんないね、そうですね、見たことないから、はい、ちょっとブリッジに出てきてない選手はちょっとわからないんで、ウェルター級はちょっとね、わからないですね、ちょっと実力もちょっと、ブリッジに出てると分かるんだけど、ちょっと、分からないでちょっと楽しみですね、ウェルター級は、うん、また、ね、強い選手いったら、ブリッジに出てきてほしいからね、はい、はい、ちょっと楽しみです、はい、さあ、あとはミドル級ですね、ミドル級、ヘビー級ですが、はい、ミドル級4名で争います。山田、なんていうの、フミヤ、大震災っていうのさっきから、大震災の大震災かな、中に。で、奈良木龍生選手、浮島、中1、山田圭也選手、大震災中に。で、小橋武千代選手、チーム神風、中1。これがね、この武千代選手、ね、うん、ちょっと記憶がまだ曖昧で、武千代選手、チーム神風、これね、前はあれだったね、ウルブズスクワット。変わったんすか、うん、所属で、2020年1月の、そう、ブリッジのワンマッチチャレンジ42ですね、42nd、ジュニアで MVP 取ってるんですよね、武千代選手で、グローブマッチの長所も出てきてるのは知ってて、で、そうですね、インパクトっていうか、記憶にすごいあって、うん、強いよね。で、そんなことも出てきてたんだから、なんか、挑戦させてあげるよみたいなことを僕が声かけた覚えがあるんですけどね。うん。楽しみですね。だいぶ大きくなったんで。だから40セカンド、2020年1月だからね、これジュニアで取ったの。2022年前だったね。はい。だいぶ大きくなってるんで、楽しみですね。はい。はい、最後ヘビー級ですね、はい、中島道場、前川翔司選手、中1で、修徳会、富田龍志、中1で、中島翔太選手、中島道場、中1、岡本瑠衣選手、外人、五郎会、中2、4人で争います。この前川選手はちっちゃい頃出てるんだよね、2019年の6月にブリッジ、うん、フォーティーファースト、はい、41で出てます、はい、懐かしい、2019年だから3年前で、中島翔太選手は、これ EX9 去年の11月が最後なのかな、井田隼人選手に1ラウンド剣負けしてから出てたのかな、うん、という感じです。いろいろ、まあ、ごちゃごちゃしてますが、まあ、こんなことも含めて解説をやっていくんで、当日は楽しみにしててください。はい、これ竹野町予想してみる、これ予想、竹野の優勝予想、これはあくまでも直感で、別にそのなんでうちの教えてる選手じゃ、選んでくれないのっていう、これはあくまでも予想です、はい、
もちろん自分のところの選手、ゲットガー選手が優勝してほしいと決まってるんですけど、あの今これ学年とかこれ見て、例えばこれがタイみたいに爆地をするならこれかける、ね、でもちろんゲットガーの選手優勝してほしいけど、その場合はやっぱちょっと大穴狙いになるから、まあ、あの直感で、はい、モスキート級のテケルの優勝予想は、まず、モスキート級はカノロアジム今峰晴選手1年生、で、スーパーモスキート級岩本龍太選手 JK トライブ2年生って知らんよね知ってるかな、あーなんとなく、いや本当、はい、で、まあ、知らないんですけどね、直感だよね、はい、で、フライ級、フライ級中村瑛斗選手 JK トライブ、これが優勢、どこまでいくかっていうことがね、これね、本当にえげつないけど、もう中村瑛斗つぶしで、これ優勢、怪我させるかもしれないこういう相撲や競輪でもあるけどね、もうガッ、クラッシュさせるみたいな、だからもう、だから中村瑛斗選手、これトーナメントだから、こんなこと言っちゃうなんですけど、面白くさせるためには、ゲットオーバー、これ、優勢、1年生、一番最年少だから、中村瑛斗潰して、もうそう、倒れるときに、ぐわーんと上に乗ったりとかね、何が起こるか分からないからね、これ、JK トライブ、これ、そう、杉浦拓君、広和のジムだから、中村瑛斗潰し、行こうか、この神風トップ隊で、優勢、もう、まず勝たなくていいから、中村瑛斗、優勝をまず阻止を潰せっていう、はい、まあ、そんな感じで面白くさせる、はい、だから、瑛斗選手をが優勝予想だから、これだって強いからね、俺、だから、優勢に瑛斗潰しさせよう、はい、もう、2回戦出れませんもうそうさせるしかないね、はい、はい、バンタム級、バンタム級、タケル選手が予想したのは水野ムム選手、これね、水野ムム選手はね、これ、ほのかのプレッシャーが強すぎるかもしれないで、硬くなっちゃうんだよね、あ、こっちが、うん、すごい、ほのかのこの試合前の劇とかね、はい、すごいからね、で、終わって多分負けるとほのか無視してツンという場面をがあったっていうだからすごい厳しいから、このプレッシャーに負けなければっていう感じだね、ムム選手だってこれかなりのね、これぐらいあれじゃないかな、タイガーがなんか優勝した時ってこれぐらい下でやった時ね、これ、はい、それ以来だよね、タイガーの優勝の時もなんかすごい人数いたから、4回ぐらいだよね、そう4回ぐらいだった、だからその時のぐらいだから、これ今回ね、バンタム級と、フェザー級かな、うん、バンタム、フェザーの優勝者はもう本物だよ、これ相当これ過酷な、フライ級もまあまあだけど、バンタム、フェザーはすごいからね、黄金のバンタム、黄金のフェザー、これ優勝したら勲章だよね、かな、はい、ああやっぱ優勝候補が一番下、フェザー級もう硬いね、河村英明選手、名古屋人間トリ、まあ硬いのはそうね、多分、2連覇してだろうね、2連覇してもう卒業だからね、ジュニアゴールマッチ、あ、うん、と思いますね、はい、ここは、うん、まあ、みんなこの予想だと思います、はい、そうだね、多分これタイだったら多分この確率っていうのは多分すごい低い、ね、絶対ここ来ると思う、
で、ライト級これもそうだね、ライジン武道会、森田美桜を予想しました、はい、ここ、そうだな、うん、誰が崩してくるかだけどね、ちょっと分かんないからね、そうですね、はい、そして、ウェルター級、これ分かんないね、これ、この、なんだっけ、一番上の山田栄太選手。これ初めてだから分かんないよね。分からないですけど、うん、うん、うん、いやでもね、これ5年生で最年少だからね、これ分かる、これあのね、みんなウェルター級は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11人で、1人だけこの山田選手が5年生なんで、あとみんな中1、中2、中3だからね、これ中学生の方が多いからね、上の3人だけだからね、小学生、これはすごいよ。あ、暑さ、中層はうちの暑さかだけど、やっぱり、うん、これはちょっとあれだね、お穴だね、小学、普通に学年だけ見たらね、結構なかなか、うん、だね、この辺になってくると分かんないね、はい。そして、ミドル級、あーそうだね、小橋武千代選手を、武尊選手、武尊選手は、輸送しました。うん、そうだね、ブリッジちっちゃい子から出てるからね、これ、優勝してほしいなって、これ、まあもう私的には武尊選手期待してますね、ぜひちっちゃい子から出てて、MVP 取ってるんで優勝してほしいですね、はい。ヘビー級、あ、ちっちゃい頃出てたっていうことで、うん、どれぐらいですか、うん、来てるか分かんない、前から勝利選手ですね、はい、ですね、はい。ということで、今、武尊選手の予想が出ました。で、私の予想は、ライブ配信で、はい、はい、朝言おうかなとなんでかっていうと、そのこの2日間であんまバッシングが見たくないから、タケルはいいけどあのタケルに予想させて、はいはい、僕はあの当日予想します、はい、当日の、9時半からライブ配信だから、9時、20分ぐらいかな、ウォーミングアップでちょっと予想を言おうかなと、はい、思ってます、はい。ということでちょっと長くなりましたが、こんな感じで今、ブリッジからのストーリーを、やっぱりね、一発もん のイベントばっかり多い中で、やっぱりこういう、ね、一つのイベントじゃないにしろ、こう同じ名古屋でやってる中で、こうグローブマッチブリッジっていうのはストーリーになるんで、やっぱりね、一発もんの勝ち負けって面白くないからね、こういうつながりがあって、こんなブリッジから大きくなってまた今回出ますみたいなストーリーがあった方がやっぱり面白いからね、はい、一発もの勝ち負けだけじゃ決まらないし、まあそういう中で、まあ例えば中島山とか山野颯太とかね、それから、うん、あとあれね、まあ例えば中島貴教対、長谷川浩とか、アイトが違う、そういうなんかストーリーがあった方が、因縁の対決が、あとあれだったね、石原トーマと松下龍とかね、あれもね、3回負けてるけど、今度ひょっとするとまた違うね、振り返りがあったりとかして、それが大人になってやったら面白いからね、はい、やっぱそういうストーリーがあった方がいいんで、はい、なんかあえてこういうので紹介してみました。まあ、そんなのも含めて、当日、解説をやりますんで、グローブマッチぜひですね、聞いてるだけで面白いよ、試合見なくてもトークも面白いみたいなライブ配信を目指してますんではい、ということで、今回はジュニアグローブマッチの見どころの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。